ちゃお。寒いな。なっちゃんです。今日さ、カレー作ろうかな思ってね。寒いんだけど頑張って作っていきます。まずね、玉ねぎ。玉ねぎあんまり入れたらな、すぐに上がるから半分でいいか。まあ分けるけどね、ほとんどね。ね、薄く薄く切った方が料理よりのこれ食べてくれるんでね。多いめの方が美味しいからね、カレーがね。それと、寒いもん嫌やな、今日はね、めっちゃ寒いよね。まあ、明日からね、子供が寮が休みになるから、お弁当もいらないでしょ、うん、今日はね、朝から送り出さないけど、明日は、今日は明日は水曜日、明日は休みか、いつでもいいや。行こう、本日まで。まあ、でもね、家ができたからお弁当給食もないし、おしまいがってくるな。へそちゃんは目取って
はね、カレーがすごい面倒くさいもんなもんね。あんま作らへんかったんで。これも好きやったんやけどさ、これも、このちっちゃいからあんま作らへんかったんで。作り出したらカレーってこんな簡単なもんね。ごめんなって感じよ。レトルトでカスタムさせてたわ。面倒くさいと思って。トイレとかね、店員じゃないわ、ココイチとか。ね、ファミレスとかでカレーを食べとったんやけども、うちのカレーって、もう何も作らへん。ミリちゃんも作っとったんやけどね。あっちゃんも結構、煮込み料理ってめんどくさいと思ってたからさ、勝手な思い込みで。だから作らへんかってね。さあ、作りましょうか。では、作りましょう。油をね。肉用戻ったんやん。ちょっと見に来てくる。
先に切り忘れたから一緒に出すんだよ。野菜を油に入れて、小さじ1の塩、うまみがね、混ぜはずで大好きでね、ね、火の声で欲しいんだよな、ただ上がったね。にもちゃんと油を回す。もうこれ、ね、1420入れます。まず600。200のトマトジュース。ちょっと600なんですけど。口が開いた。これをね、強火で。1400って書いてあったから、1400で200だけトマトジュース使いました。
沸騰するまでね、いただきます。沸騰しかかってきたんでね、これで中火にしてね、約15分ね、弱から中火の間で煮込んでおきます。してきてるんでね、まあ、これぐらいで煮込んでいきます。では15分後に2度、はい、15分経ちましたということでね、ちょっとね混ぜていきましょう。アクがねちょっと出てね、アクはね旨味なんで混ぜます。アクは旨味でアミス、豚さんちょっとアク出るねやっぱりね、鳥やとそんなこんなアク出えへんけどね、
うん、順番に混ぜてる。ここにね、カレールーを入れて、カレールーを入れて、そう、10分煮込む。火を止めます。まさらこれどこいたっけな。よいしょ、これで火をつけて約10分ね、ちょっと煮込んでいきます。焦がさんようにね。まあね、弱火でね、ゆっくりゆっくりじっくりじっくり煮込んでいったらね、ガラムマサラ、うん、本格的なカレーの味に違うんだけど、これにね、コリアンダーとかクミンとか入れるともっとね、さらにね、本格的なんだけど、ちょっと多いめに作れたね。こんな量でも書いてある通りやったんだけどね。すごい、おいしい。なんか本格的な味になってきた。カレーのね、香辛料がすごく強くなった。すごいね。これで10分煮込んでいきます。
ょっと汁気が多いな。シャバシャバカリーになったな。あ、美味しいわ。うん、いい感じ。これいいね。あと5分ぐらい煮込んでいきます。コリアンダーパウダーもあったんやけど、どうだったかな。コリアンダーシーだね。これカレーがね、かなりね、香辛料が強くなると思うね。うまっ。あと3分ぐらい。かなりいっぱいできたね。これ明日多分、ね、朝パンで食べて、で昼カレーうどんできたよね。かなり分使ったもんな。
よっしゃで、これね、16雑穀米で、16雑穀米のみきちゃんにお供えしとこう、お伝えしていきます。うわ、できたね。よし、もう終わり、完成。寒い寒いで、別に一生懸命作っとんのにめっちゃ寒い目してん。そっけした。ちょっと待って、長い。よいしょ。よいしょ。はい。よいしナスビがどこに消えたやろ。ナスビ欲しかったのに。多分子供のとこに入っとって、ガチャでも回ってくると思うけどね。よいしょ。では食べましょう。